それではこれからあなたの魂が喜ぶところ、あなたの魂が喜ぶこと、それを脳内動画として見ていくための誘導瞑想を開始します。まずゆったりリラックスできる体勢をとってください。もし椅子に座っているんであれば、背もたれのあるもの、そこに自分の全身の体重を預けるがごとくに、だらーんとした状態でリラックスしてみてください。横になれるのであれば横になっていただいても構いません。それではゆったりと目を閉じていただいて、深呼吸をしていきましょう。今あなたが脳内で見た動画、このことを覚えていてくださいね。ようこそ美しい旅を作る人へ。これはそもそもあなたが設定した目覚ましみたいな、もしくはリマインドメールのようなものだと思います。この美しい旅を作る人へ、この音声に出会うということは、あなたがそうだそうだ、もうそろそろそれをやる時期だったって思い出すような感覚に似ていると思います。人生にはただの一つの偶然もありません。さらに言うなら、あなたの願いが叶わなかったことは今まで一度たりともありません。あなたは宇宙の法則にのっとって自分の思い通りの人生を生きる能力を生まれた時からすでに持っていますから、あなたが望んだもの、状況は今一つ残らずあなたの目の前に用意されているはずです。あなたがその出来事や状況を善悪や正誤で解釈していなければ、あなたはいつも最善なもの、ことをこれ以上ないタイミングで最高のものを手に入れている。この音声と出会う機会も含めてです。あなたがこの音声を聞いているということは、あなたに必要なことがこの音声に含まれているということであり、あなたはそれを望んでいるということ。人生という旅の途中のあなた、人生って旅ですよね。楽しいこと、いろんなハプニング、いろんなものを見て、いろんなものを食べて、いろんな人と出会って、いろんな土地に住んでみて、とにかくたくさんのことを経験する。人生って旅だと思います。そしてその旅の目的地、それはみんな一つだと思うんです。そのゴールは、私たちは素晴らしい存在であって、罪も罰もなくて、常に自由で、常に無限の可能性を持っている、そして願いを叶えることができる、それを知るために旅という人生を歩いているんではないかなと思います。美しいって何でしょうね。陰も陽も善も悪も酸いも甘いも光も影も全部ひっくるめて、その極をあなたが内包している、全てあなたが持っている、それこそがまさに美しいんじゃないかなと思う。あなたが自分は美しいんだと思うことから美しいって始まるんだ。そしてあなたは選ばれた人であるというお話をさせていただきたいと思います。あなたは今後大変換されるであろう地球の壮大な仕事を手伝うために、自ら望んでこの時代に生まれてきていることを、もういい加減気づいていただいて、思い出していただく時ではないかと思います。2015年は激動の年ということ、激動もですね、あなたが感じたくてこの時代をわざわざ選んできているということです。本当はね、激動そのものではなくて、激動の先にある魂が求める世界を、肉体を持つという不自由な状態で体験することを望んでのことだと思います。すごいチャレンジャーなわけですよね。あなたって意図を持って自分の美しい旅を作ると宣言された方ですので、その精度を上げていっていただく必要があります。あなたの魂が喜ぶ美しい旅を作るという、引き寄せの力を上げるという、実現力を飛び上がらせるという、あなたの人生で、あなたの旅で何が叶って何が叶わないのか、これをお伝えします。